おはようございます。おはようございます。今何時ですかね。今もう11時ちょい前です、ね、あ、もうそんな時間なんだ。そんな時間なの、まあ、今日同会のような集まる日ということなんですけれども、はい、うくんが来ない。白ニットを着てたパパが来ない。パパが来ない。パパ今どこにいるのと思ってパパに電話してみたの、うん、そしたら誰も出ないの。だからママに電話する。パパとママいつも一緒だからね。そう、うん、まあ、ママならパパの居場所わかるかなと思って、うん、ママに電話したのね、うん、パタンおはようってそしたらりょっくんおはようって、うん、パパはって言ったら、うん、パパ横にいるよって言って、ああ、まあちょっとうっかり寝坊しちゃったのかもしれないよね。わかった。え、柴田の実家だよね、岡崎の。うん、埼玉っていうの。岡崎市埼玉町ってとこにいるのかな。そんなとこはないの。もしかしてうくんうざいって言ったらうざかった。ぶち殺したいところだ。どうするこれ。どうしてもなんかね、10時50分ってことは、うん、夕方に来るね。夕方だね。外での撮影があるんだよな。外で撮影しかももうだって4時台に日落ちちゃうからね。今時制裁を決めるっていうやつ。制裁を決める、もしくはもう決まった制裁を勝手に発表するとーちゃんである。3人で制裁を1個ずつ出してじゃんけんで勝った人の制裁を加える。じゃあ僕は芝生の今一番レベルの高いポケモンを僕の今捕まえた鬼ドリルと交換するっていう制裁。きっとうざいだろうなそれ。どんぐらいうざいか分からんけど、うざいことだけ分からない。しかも僕もそのでめっちゃレベルの高いポケモン来たところで僕の言うこと聞いてくれないから僕もうざいからね。え、そうなの。誰も得しない。うくんがうざいだけで、りょうくんの制裁は川に5回落ちる。5回落ちる。撮影の合間にあいつは落とされ続けて最後に、あ、何、え、制裁。あ、誰これ。何、入れ墨入ってる人が来たんだけど。あれ。なんかいる。なんでなんかいるんだけど、うん、なんで入ってこんの。あれあれ、しかも一人一人じゃないよ。なんか家のごとくだな。多分、不意だな。え、ちょっと待って。こんな不意なことある。ドクターマンのが来た、4人。めっちゃ来た。お久しぶりです。久しぶりだ。なんだろう、この空気。ちょっとだけ嬉しいな。ちょっとだけ、ちょっとだけ。ちょっと嬉しいなでいいじゃん。まあ気にせずに撮り続けよう、続きを。で、てちゃんの、てちゃんはどうする。俺の制裁なんだろうな。じゃあ、隠れてたこの5人がいきなり出てきてボンボンするっていう。まあ、それ今芝生が午前中に集まる予定だったのにまだ埼玉にいるからどう制裁を加えるかを決めてサブちゃんを取ってる。というわけでじゃんけんしよう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。こいしょ。じゃあまあ仁くんが決めといてそれを制裁する場所でお会いしましょう。え、お前遅刻だよ今日。遅刻？遅刻とかなくない？え、ちょ、待って、遅刻とかないって。今日来るって言ったら、夕方じゃん、ちょっと気づいてたね。ちょっと外で動画も撮れないですし。で、芝生に与える制裁をみんなでじゃんけんで決めてたのね。誰が勝ったかっていうと、その時に急に乱入してきたジン君が勝ったのね。うん。だからジン君に今から決めてもらおうから、制裁を。制裁を決めたから。じゃあ、発表します。離婚。ああ。遅刻しちゃうんだ。ちょうどいいかな。ちょうどいいくらいかな。ちょっときつい。ちょっときつい。巻き込まないで、巻き込まないで。でも罰一個つけるのありかなとは思うけど。ありじゃない。罰ゲームだけにね。まあそれか罰金の11万の倍払う。すごい。すごい。これはやばい。反応逆でやったんですよ。離婚ってその反応です。離婚は余裕じゃん。違う違う、離婚は簡単だよ。離婚ピッだけだもん。じゃあまあそれ離婚、うん、じゃあ離婚して結婚するのはあり。あり、うん、あ、じゃあいいじゃん。ゲームオーバー。やんないよマジ。ちょっとネタでやろうとは言ってたじゃん。離婚、まあいつか離婚しましょう。まあ長い目で見て、長い目で見て、これは別にいつか離婚ネタをやるから、死ぬまでに必ず離婚するっていう、それ必ず一回は離婚してみせましょう。オッケー。というわけで、はい、離婚
ネタが成立しましたんで、さよなら。さよなら。